折り紙で作るユリの花です。一般的な折り方と同じですが、折り方がよくわかるように色や線の入った折り紙を使ってやってみました。わかりやすいように大きい方を使ってやってみます。まず色のついた方が内側になるように三角に折ります。広げてもう一度三角に折ります。そうしたら今度は色が見えるように四角に折ります。これも同じように2回折ります。そうすると山折りと谷折りができていますから、この折り線に沿って折っていきます。そして山折りが2つずつくるようにこんな風に折ります。中心の部分から三角に細く折ります。反対側も同じように折ります。裏返して同じように折ります。折った部分を伸ばして中に指を入れて広げます。手前に折ります。もう一方も同じようにします。こちらは手前に折らず、ここまでできたらひっくり返します。反対と同じようにします。この状態になったら、この先が割れている部分から三角に折ります。反対側も同じです。これと同じ折り方をするところが4箇所あります。全部折ったら、この真ん中のところでギュッと2つ折りにします。先と先を合わせてしっかり折ってください。一度広げたらもう一度反対側に折ります。この折り目のところで開いて折り返します。細くなったところを反対側に折ります。開いて折り目で折り返して、戻します。これと同じことを4回繰り返します。今度は中心部分からさらに細く折ります。これも4箇所あります。花びらになる部分を
鉛筆などに巻きつけてカールさせます。これで出来上がりです。これにおしべや茎、葉っぱなどをつけてみました。いろいろな色や大きさの折り紙で作って楽しんでみてください。